ジャニス・イアンは、アメリカ・ニューヨーク州出身のシンガーソングライター。本名、ジャニス・エディフィンク。東欧ユダヤ系出身。1966年、ソサイティーズ・チャイルドで、レコードデビュー。人種差別批判を歌った衝撃的な内容とともに、未だ10代の天才少女として騒がれる。しかし、そのプレッシャーから数枚のアルバムを発表後、中は引退状態となる。その後、 カメラマンと結婚するモリコン。やがて、1972年にロバータ・フラックにより、ジェシーが取り上げられたことから、再び脚光を浴び、1974年にコロンビアレーベルより、アルバム、ジャニスの詩小説で復帰。翌1975年に、ジャズと室内を音楽の色濃いシングル、17歳の頃が、全米キャッシュボックス誌でナンバーワンになる。アルバム、 愛の回想録も全米ナンバーワンになり、世界的にヒット。グラミー賞も獲得し、時の人になる。とりわけ、日本とヨーロッパでは絶大な人気を誇り、1976年のシングル、恋は、盲目が TBS ドラマ、グッドバイママに使われたこともあって、日本のオリコン用楽シングルチャートで1976年9月13日付から8週連続1位を、 獲得し、同曲の収録されたアルバム、愛の余韻は、日本の洋楽アルバムチャートで、半年間にわたって、首位を記録した。さらに、翌年1977年のアルバム、奇跡の街に収録されたシングル曲、ビルューダンスが、TBS ドラマ、岸辺のアルバムの主題歌に使われた。家庭崩壊を描いた、シリアスドラマに、彼女の優しい歌がよくマッチし、 アルバムは日本だけで100万枚を超えるセールスを記録した。1978年には来日し、日本独自企画で2枚組ライブアルバムが作られた。1980年には角川映画、復活の日で、You are Love がテーマ曲に使用され、オリジナルサウンドトラックとして EP レコードも発売された。しかし80年代は、2度目の結婚の失敗や、金銭トラブル、 病気と災難が続いて思うように活動できず本格的な活動再開は1993年にリリースしたアルバムブレイキングサイレンス再開からとなる他の代表曲にフライトゥーハイなどがある2003年同性愛者であることをカミングアウト14年間付き合っていた女性と正式に結婚して大きな話題を呼んだ 同年9月26日発売の中島みゆきコンピレーションアルバム中島みゆきトリビュートユアセルフマイセルフでは地上の星と両 A 面シングル CD で発表されたヘッドライトテールライトを英語歌詞でカバーしたタイトルはヘッドライトテールライト英訳歌詞もジャニス自身によるアンジェラアキの曲を機に入りイ,インディーズアルバムとデビューシングルにコメントを寄せており 来日公演の際にはアンジェラが加わって、ビルユーダンスを日本語と英語で交互に歌うような中である。2008年、前田南里が出演する、資生堂エリクサープライヤーのテレビ CM に、ビルユーダンスが起用される。コンピレーションアルバム、no.、ナンバーワン 70S、オラカンヒッツの裏ジャケット、ナ、no. ンバーワン 70S80S90、S オリコンヒッツも参照。 米人気歌手、ジャニスヤンさんが結婚。ありがとうございます。